5月10日の午後8時から清潔志らくのセミナーは妊娠出産についてです。妊娠出産、今はですね、帝王切開だったりとか遠位切開とかね、こういうメスを使ったりから陣痛促進剤を使ったり、こういうのが自律神経にものすごく影響を及ぼします。それからそういうふうなちょっと産後の日立ちが悪かったっていうのがずっと続いて40年50年60年、手術の影響、痛み、それから癒着、こういうのが50歳60歳70歳になって出てくるっていうのは結構あるんですね。もう腰痛肩こりなんかザラです。体がどうも硬くて動かないとか足が動かないとかですね、こういうのがいろいろ出てきますので、今回はその辺まで含めて、セミナーやってみたいと思います。まあ清潔略でどうやって解決できるかですね。前回は手のしびれというのをやって、その時首のこの前側の筋肉を鍛えましょうってこんなお話したんですけど、今日ちょっとやってみましょうかね。そんな時間ないわという人でも、できます。例えばこう本を読むと、あ、そうか、まずは枕外して寝といて、これでこうやっておへそを見ることができるか、これですね、おへそを見る、この運動だけでも十分です。おへそを枕なしで首が持ち上がるかと。で、運動って言ったらこのまんま、こうやって本を読む、暇があったらテレビを見る、これでもいいですね。からお腹の中の筋肉、首だけじゃなくてお腹の筋肉もちゃんとうまく筋力がついてるかなっていう時には膝を立てて、で手を下にゆーっと先に伸ばすようにして、こうやって起き上がることができるか、こういうのも試してみてください。こうやってね、でこうやってるこの途中で、これでこうやって本読んでもらっても、首もお腹も腹横筋も鍛えることができますので、なんかこの角度を少しずつこう変えてみる、自分がまあ今できる範囲でやってもらったらいいと思います。で、下から起きるのが大変だったら、こうやってね座ってて、それから少しずつこうどこまでできるかなって言って本読んでみてもいいかもしれない。これテレビ見ててもいいです。やってみましょう。